地震が発生した時どう行動すればいいかご存知でしょうか。どうすれば命を守れるかは地震が発生した時にどこにいるかで変わってきます。今回は地震発生時に取るべき行動をケース別に解説し、最後に全てに共通する3つのキーワードを紹介します。まずは家の中にいる時です。家の中にいる時に地震が発生したらテーブルの下に入ると考えている人も多いと思いますが、必ずしもこれが正解とは言えません。テーブルの下に入ること以上に重要なのは、家具などが落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所に移動することです。その一例がテーブルの下ですが、テーブルの下に潜るために危険な場所を通るというのは間違いです。また震度5弱以上の揺れではガスの供給は自動で止まるので、慌てて火を消す必要もありません。地震が起きたら火を消せと言われたことがあるかもしれませんが、無理に火を消しに行くとかえって危険ですので、まずは自分の身を守ることを優先してください。揺れたらドアを開けて避難経路を確保するという行動も必要ありません。ドアが開かなくなるような激しい揺れでは開けてもすぐに閉まってしまうので意味がありません。まずは揺れで命を落とさないように、落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所に移動して身を守ってください。続いて屋外にいる時です。屋外のどこにいるかで若干変わってきますが、まずはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れてください。補強されていないブロック塀は震度5強の揺れで倒壊することがあり、震度7の揺れでは補強されているブロック塀にも被害が出るとされています。万が一ブロック塀の下敷きになると人の力では救出できません。また自動販売機は固定されていないものが多く、大きな揺れで転倒することがあります。揺れを感じたらまずは倒れやすそうなものから離れてください。屋外では看板や窓ガラス、建物の外壁などが落下してくることもあるので、建物の外壁付近にとどまらないでください。場合によっては建物の中の方が危険が少ないケースもあります。人が大勢いる施設や学校などにいるときに地震が発生したら、まずは家にいるときと同じように物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所に移動して頭を守ってください。地震発生時は係員や先生の指示を待っている余裕はありません。自分の判断で安全な場所に移動して命を守ってください。揺れが収まった後は係員や先生などの指示に従って行動してください。出口に向かって走り出すなど慌てて行動すると混乱を招き、将棋倒しなどが起きる可能性もあります。エレベーターに乗っている時に地震が発生したら、すべての階のボタンを押し、最初に止まった階で必ず降りてください。地震発生直後はエレベーターが動いていても、その後の余震などで停止する可能性もあります。避難にはエレベーターは使わないでください。車を運転している時に地震が発生したら、ハザードランプを点灯して周りの車にも注意を促しながら道路の左側に停止してください。この時急ブレーキをかけると事故につながる恐れもあるので、ゆっくりと減速するようにしてください。斜面や崖の近くにいるときは落石や崖崩れが発生しそうな場所から離れてください。当たり前のことに感じるかもしれませんが、地震発生時にはこのような判断をする余裕はありません。一度頭の中に入れておいてください。海や川の近くにいるときは津波に襲われる可能性があります。特に沿岸部では津波警報が発表される前に津波が到達する可能性もあるので、揺れを感じたら高い場所に走って逃げるようにしてください。周りの人が避難していなくても、あなたが率先して避難するようにしてください。今回は家にいるとき、屋外にいるとき、
人が大勢いる施設にいるとき、エレベーターに乗っているとき、車を運転しているとき、斜面や崖の近くにいるとき、海や川の近くにいるときの7ケースを紹介しました。もしどんな行動を取ればいいのかわからなくなったら、落ちてこない、倒れてこない、移動してこない場所を探して安全を確保してください。